はい、先ほどの、電気の機械なんですけども、実際やっているところを見ていただこうと思います。どうですかね、今やってますけどもどんな感じします？はい、すごいお腹の中の方が、はい、引っ張られてるというか、そういうのがよくわかります。先ほど言ってた中まで言うとインナーの方ですね。そうですそうです。表の感じじゃなくて中の方ですよね。中ですね、本当に、はい、だから触った感じよりも中がすごく動いてる感じなのに、はい、触るとそんなに激しくないですよね、これね。そうなんです、この中だけですね。ですよね、はい、インナーマッスル動いてるってことですね、はい、非常にいいと思いますね、はい、で今回、3回目になると思うんですけども、はい、何か日常生活で変化とかそういったものありましたか？趣味でジムに行ってるんですけど、はいはいはい、上げる回数、ウエイトを上げる回数が増えましたね。あ、そうなんですか。はい、ほう、はい、何回ぐらい増えました？いや、もう本当に同じ回数しかやってなかったのが、はい、プラスやっぱり5回ぐらい上がるようになって、はいはいはい、楽に力が入るようになりました。本当、これ重さは一緒でした？重さも上がりました。あ、本当ですか。はい、ちなみにそれ腕してないですよね、今回。してないです、しないです。でお腹だけですよね。お腹だけです、はい、なのに腕の力が入っているということですね。ありましたね。あ、やっぱり初動筋が腹筋ということをね、これで非常によく分かっていただけたと思うんでね、はい、よかったと思います。はい、はい、あとは何かありましたか？寝起きがすごい楽になりました。あ、楽というのは前、言われた腰痛的なものですか？そうですそうです。はい、だいぶ楽になって、もうすごい楽ですね、これ。ほんまですか？はい、しかもやってるの寝てるだけですからね。ですね、ほんとね、はい、まあ、楽にトレーニングできて、はい、まあ、これからも頑張ってやっていきましょう。あ、ありがとうございます。はい、はい。